こんにちは、バッキンオサムヘルマット丸山でございます。このチャンネルは映画、音楽を通して頭の中のぼんよりした部分を表現していこうというカルチャートークチャンネルでございます。今回はですね、逆転のトライアングル見てまいりました。またいつも通りね、前半ネタバレなしで後半ネタバレありでやっていこうと思います。逆転のトライアングル、こちらはですね、今年度のカンヌパルムドールですね、最高賞を取った作品だということでね、見てまいりましたね。で、あのアカデミー賞もなんか作品賞取るんじゃないかみたいな話になってるそうですね。なんかいや、そんなすげえのかと。皆さんカンヌってどういうイメージ持ってますかね。僕は結構ね、一筋縄じゃいかない作品が多いなっていうイメージがあるんですけど、なんかオマージュがすごい難しかったり、そのオマージュ先のなんでしょうね、ところも難しかったりして、結構ね、理解するのはすげえ大変なイメージがあるんですけど、まあ去年あったね、チタンとかもね、かなり分かりやすいっちゃ分かりやすいですけど、結構どぎつい映画でしたもんね。っていうところがあったんで、今回ね、結構その気持ち作ってからね、見に行ったんですけど、本当にその必要なかったですね、結構。はい。かなり見やすいね、ブラックジョーク満載の、まあ、ある種コメディであるかなというような作品になってましたね。はい。だし、あのメタファーというか、オマージュですね。その辺もね、かなりわかりやすくて、まあ、かなり楽しめた作品かなと思います。僕、面白い映画って、あの、劇場出た後にね、現実がちょっと変わって見えるのが面白い映画だと思うんですけども、その類の映画ですね。はい。ポスターとかね、そういうのを見ると、なんか見方が変わるような感じがね、残ってます、今。まあ初日だったっていうのもあると思うんですけどね、劇場かなりいろんなところでね、笑いが起きてましたね。まあいい雰囲気の、会場だったなと思います。今回の監督、リューベン・オストルンドっていうね、監督なんですけど、スウェーデン出身の監督ですね。僕知らなかったんですけど、もうパルムドールね、撮るの2回目ってことでね、なんなら2回連続でパルムドール撮ってるってところでね、なんかハネケとかあの辺に並ぶぐらい結構異業らしいですね。今回ね、逆転のトライアングルね、かなり面白かったんで、ちょっと勉強してみようかなと。前作のスクエアからちょっと見てみようかなと思いました。かなり面白い監督、結構意地悪だなと思います。はい。今回いろんな、概念をですね、いろんなブラックジョークで揺さぶってきますね。まあ格差社会だったり、男女関係のね、力のパワーバランスみたいなところもね、揺さぶってくるし、あとは、資本主義社会、一番大きいのはなんか美意識というかファッションとかね、外見主義というかね、外見の価値っていうところ、これをね、かなり、問い詰めてる作品になってますね。まあそういうテーマあるんですけど、あんま気にしなくても劇中に出てくる、人物のまあなんでしょう、対比とかそういうところを作中の中だけで完結してる部分でもかなり、ギャグというかそういうものが効いてるんで、かなり面白い、作品ですね。そして中盤以降ね、あのいろんなものがもう文字通り逆転していくんですけども、いやー、ここが本当に痛快でね、本当にやってやれっていうね、めっちゃ急にざっくりになったんですけど、まあそういうね、かなり乗れる、作品になってます。で、ネタバレなしはこんなところかなと思います。で、他はね、ネタバレありで話していきたいと思います。はい、ドア玉ですね。ここはあの予告でもありましたけど、いきなりあのモデルのオーディションのね、シーンになりますね。これ面白いですね、この H&M とバレンシアガみたいな、ところの対比。あ、確かにと。はい、よく見てんな広告っていうね。なんか、監督の奥さんがね、ファッション系のフォトグラファーってことでね、まあ、本当によく見てるんだなと思いますね。すごく面白い、いきなり面白いし、かなり風刺が効いてる、描写ですね。 H&M バレンシアガ、 H&M バレンシアガみたいな、この切り替えのところあるじゃないですか。あそこもね、ワンカットでもうじわじわぐーっと長くゆっくり寄ってくね、ショット、まあ、これ他にも出てくるんですけど、こういうショットがね、効いてますね、かなり。そこのシーンの展開が徐々に核心に迫ってくのに合わせて、カメラもゆっくり寄ってくっていうね、話にも沿ってるカメラワークっていうところで、かなりさすがうまいなという感じでございました。で、そっからオープニングが出ますね。ここがむちゃくちゃかっこよかったですね。ペンキがジャーンってこう出てきて、で、そっから人、モデルたちが出てきて、上裸で、こうペンキをぶっかけられまくるっていうね。で、ここもね、なんでしょう、星条旗のカラーリングですね。赤、白、青かな。こう、バーンバーンとかけられていって、で、後ろにはもう、平等みたいなこう、キャッチコピーが出てるっていうね。こんな、
すごい、こんなあからさまに、なんだろうね、皮肉っちゃって大丈夫かなっていうのをもうずっとちょっと不安になりながらずっと見てましたね。大丈夫かなと思って。はい、まあオープニングはこのかっこよさもありつつ皮肉もバッチリ込めてるっていうところで、素晴らしいオープニングだったと思います。で、第1章はカールとヤヤですね。はい。で、ここが始まってね、もういきなり座席のゆずるの下りが出ますよね。もうここでもうこんなにわかりやすくこの格差を描けるんだっていうね。まあ一般の人はこう、どんどん弾き出されていく。で、なんだろう、富があったり、地位がある人がどんどんもう、なんだろう、順番とかいろんなものすっ飛ばして、いろんなものを手にしていくっていうね。いうのをここで一瞬、ここのワンカットだけでもう全部表してますね。はい。で、その後に、レストランでのね、血は喧嘩がありますね。いやー、よく見てる。すごいです。このなんか本当にちょっとした血は喧嘩、まあお金が絡んだね喧嘩なんですけども、こっからよく話広げるなと、そして本筋によくこう絡めていくなっていうね。いやーすごい、この話の広げ方本当にうまいですね。すごかったです。いや本当ああいう話って多分誰でもありますよね。多分僕もうちの奥さんとね昔した記憶あるし、はい。結果うちは今折半っていう話になってます、はい。で、まあまあもう一個どうでもいい話すると、カールがねはじめ社長の畑のメンバーのねマタゾーさんにねすごく似てて、似てんなーと思いながら見ちゃいました。あと4っすね。はい。なんだろう、ここのシーンね、またさらにねこう日本だとねすごくタイムリーだなと。今週この話で結構ツイッターがすごいことになってましたけど、まあすげえタイムリーだなという感じがありつつも、ではここでねもういきなりこの男女格差みたいなところにも触れていきますよね。なんかこのカップルがまたね面白い設定ですよね。まあなんでしょう、これ昔からねありますよね、こういう男性がね基本的にはおごるべきだみたいな話がありますよね。なんですけど、でも、カールはねあんま稼いでないと、ヤヤの方が稼いでるってところで、ここのね一筋縄じゃいかないこの絶妙なこの難しいバランスの男女の関係っていうのがまず面白いし、リアルだしうまいなととても思いますね。はい、じゃあパート2ですね。こっからヨットになっていきますね。豪華客船に乗っていきますというところなんですけども、このスタッフのねロビーでこのミーティングみたいなのしてますよね。ここのねカットがねすごく絶妙ですね。すごくうまいですね。すごく絶妙な配置に人が置いてあって、でそのもう後々に上がっていくテンション感もね、すごく面白い。このカットすごくいいカットだったと思います。うん。でね、デッキ出ますけど、デッキにねずっといるハエね。いやーこのやだみ意地悪だねーって感じで、またこのカップル2人がねもうしょうもない喧嘩をしてるっていうところね、まあこれをおちょくってるんでしょうけど、でまあここのくだりもね後々重要になってきますよね。あとまあここで思ったのは、なんだろう、カールが結構ややに嫉妬してるっていうところ、まあここを見ると男女のよくある、関係のバランスがやっぱ普通とちょっとずれてるっていうか、最初のレストランのところでも奢ってもらおうとしてたっていうところと、さっきのデッキのところで、すごい嫉妬してるってところをね見ると、なんかもうすでにここでまあ一般的に映画とかで描かれる男女関係とはもうすでに逆転してる感じがありますね。肥料ビジネスでね財を成したロシアの富豪が来ますよね。3人いたからさ、奥さんと、まあ、娘かなと思ったら、あれベイビーっつってるぞと思って、あれ、あ、これ愛人なんすかね。もう娘にしてはかなり慣れ慣れしかったっすよね。これ買っていいっつって、ありがとうベイビーっつって、愛してるわベイビーか。その瞬間だけ音楽ちょっと止まんすよね。いやここうわーっていう、怖っていう、何この関係、この関係は何なのっていう、これもトライアングルってことなんですかね、三角関係ってことなのかな。ちょっと怖い関係図だったなと思いますね。で、ジャグジーのシーンいきますね。客とスタッフっていう関係をね、すごいこの嫌な感じで、明らかにある上下関係がね、すごく気持ち悪くて、すげえ嫌でしたね。その前にね、カールがクレームつけたことによって、上乱になってた、おっちゃんがね、首にされて、なんか、もう連れて帰っちゃってたんで、そういうのが挟まれてるんで、もう断れないっていうのが、もう完全にわかると。っていうところでも入るしかないっていうね。まあ自分が思ってる自由だったり楽しいっていう感覚が、まあ他の人も、まあ全く同じ、感覚を持ってるとは限らないですよね。そこをおもんばからないで完全に押し付けるっていう傲慢さね。ここがね、すごい怖い。結果としてめっちゃ大事になってくっていうね。
何の意味もなく何の生産性もなくウォータースライダーをひたすら全員やらされるっていう無駄さね。ただ一人の欲求を満たすためだけに、いろんな全ての人が巻き込まれてやらされてしまうっていう、まあ、社会の怖さみたいなところはここにすごく出てましたね。でディナーのシーンでね、この船にいろんな人が乗ってるっていうのが、さらに見えてくると思うんですけども、やっぱ気になるのは武器商人の老夫婦ですよね。めちゃめちゃいい人だし物腰も超柔らかいけど地雷とか手榴弾を撃ってるっていうね、人間誰しも矛盾を持ってるっていうのをここでかなり表せてたなと思いますね。あとねここ低気圧、爆発的な低気圧が来て、めっちゃ天気悪くなってね、このめっちゃ荒れるんですけど、そこのね撮影が普通にうまい。ウディ・ハレルソンとか結構斜めってるけど、カメラはそのなんだろう、建物に対しては水平のままみたいなショットがあって、これどうやって撮ってんだろうなーっていうのはかなり気になりましたね。パンフレット見たらね、撮影初日が嵐だったそうなんで、まあそのタイミングでこれ嵐撮れんじゃんってことで先に撮ったのかなっていう気もしますね。実際にその揺れ、実際の揺れを利用して撮ったのかなーって気がするんですけど、どうなんでしょう。ここちょっとメイキング見てみたいところでありますね。はい。でまあこの辺からね、映画的にツイストがかかって、いろいろと変わってくる面白い場面になってきますね。アビ教官のゲロ祭りがここから始まりますね。明らかに火器当たっちゃってるやつとかいたりしましたね。いやーこれは痛快で、これやりすぎ、完全にやりすぎです。まあ、乗組員の人たちはね、まあ、船慣れてるからね、吐かないですけど、その、慣れてない、人たちが吐いてるっていうのも面白いというか、まあ、符号が吐いてるっていうところですよね。ゲロ逆流ってところですよね。いろんなものが反転していくと。で、うんこも逆流してきますね。いろんな立場だったり、いろんな価値観がこう変わっていくのを、うんことゲロで表してるっていう、むちゃくちゃな、演出だったと思います。面白いです。で、掃除スタッフの人たちがね、ゲロ掃除をね、めちゃめちゃ始めるんですけど、そこで流れるのが、リフューズドってバンドのね、ニューノイズって曲なんですよ。リフューズドはですね、スウェーデンの、ポストハードコアバンドになってまして、いつだったかな ?2012 年にね、再結成してフジロックにも来てるんですけど、僕それ見てまして、結構好きなバンドなんですけど、はい。ここでいきなりハードコア来るかっていうね、このチョイスが面白いっていうのと、この歌詞がね、消費社会をね、皮肉るような歌詞になってまして、まあそういう部分でもね、この作品とのつながりもあって、面白いチョイスだったなと、すごく思います。このニューノイズをきっかけにですね、こう完全に逆転していくわけですね。いろんな立場、いろんなものが逆転していくと。これがまた面白い。で、この辺のね、富豪たちの死に様ね、かなりブラックな死に様になってますね。肥料ビジネスの夫人ですね。いや、この人がまた、うんこまみれになって死ぬと。あともう一個あるのが、武器商人の、老夫婦ですね。これもまた、自分の手榴弾で死ぬっていうね。もうこれは監督のメッセージとして、パルムドールも取っちゃっていろんな人に見られちゃって大丈夫かなって思っちゃいますけど、いやー面白いんで僕はいいです。はい。でパート3、島に行きますね。はい。ここでもう完全にいろんなものが逆転しているというわけなんですけども、まあ富豪の人たちですね、まあ金は持ってるんですけど、まあ一見無人島ね、ではまあ何もできないっていうところで、トイレ清掃員のねアビゲイルですね、この人はねサバイバル能力が高いというところでね、もうこの人がいなかったら何もできないわけですね。社会の構図として、お客さん、まあ主任、スタッフ主任みたいな人がいて雇われてる、トイレ清掃員っていうところでね、この明らかに順番がこのままぐるっと逆転してるっていうのが、かなり面白い。なんなら僕最初なんか結構序盤ではね、なんかファッションブランドが、人類は平等だっていうのをなんかキャッチコピーとしてね打ち出してたんで、最終的にね逆転っていうよりはまあみんな平等になるみたいな話なのかなと思ってたんですけど、全然違いましたね。社会のカーストがこうぐるっと変わるっていうね、この爽快さと面白さがここにありましたね。っていうのと、もう目に見えてこびてく。やつらね。はい。もうロレックスあげようとするとかね。この、今この瞬間ロレックス超無価値じゃんとか思ったりして。この、なんだろう、資本主義というか、この今僕たちが生きてるこの社会の価値観が全部もう入れ替わるっていうのがね、面白い部分であったかなと思います。まあ立場が変わってからもね、この面白いのがカップル二人だと思いますね。カールとヤヤ。まあママ活を始めますよね。カールが。始めるっていうところで、自分の価値が見出されていくっていうところで逆転しているっていうのもあるし、
まああと嫉妬ですよね。ややがカールに嫉妬するようになるっていうのも逆転してる。カールがややに飯を食わせるようになる。全部が逆転したんですけど、男女のこの難しいこのパワーバランスっていうのはね、なんかよくわからないままになってるのがまた面白いですね。もうマジでもっと複雑にバランスがこう入り乱れたなって感じがあって、すごい面白かったです。で、あの救助船だっけ、あの完全に締め出る船、あそこでね、ややとアビゲイルの会話ね、一般の男女の立場感みたいなところが逆転しててね、これ普通にセリフが男女逆だったらめちゃめちゃ結構普通なね三角関係の話になってたと思うんですけど、逆になることでこんなに面白いんだというね、発見というかこの発想はねすごいなと思います。で、最後、山越えてったらリゾートだったっていうね、リゾート地の裏側にいただけだったっていうのがわかるっていうね、まあ最後のややのセリフが、結局お前っていうね、力になりたいのみたいな言うけど付き人にしてあげたいっていう、このお前抜け切ってねえじゃんみたいな、人を見下す思考がね、まあ、抜け切ってないじゃんっていうね感じ、怖いですね、はい、ゾッとします。で、まあ多分あれは殺されてるでしょう。で、最後カールがどこに向かって走ってんのかっていうところは、どうでしょうね、まあ、2人を追って走ってるのかな、やっぱりあの2人だけで、出歩かせるっていうのが怖いなと思って追ってるとは思うんですけど、まあ果たしてどちらを追ってるんだと、アビゲイルを助けるために追ってるのか、それともヤヤを助けるために追ってるのかっていうところですね。ここ皆さんどういう解釈だったかなという感じですかね。はい、そんな感じで今回は逆転のトライアングルでございました。次回はですね、アラビアンナイトですね、こちらも見てきましたんで、次回はアラビアンナイトの動画になります。皆さんの感想もねコメント欄で教えてください。よければ、高評価チャンネル登録お願いいたします。それじゃあまたお願いします。